シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠け、失礼しました、知っておけば対処もできる、慌てる騒がず楽しむのが一番ですね。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができますよ。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。です、です。今週もお届けしてまいりましょう。ポンポン丸がさ、この間あのデビューしましたって、この短い間の自分で、あの映像アップしてかわいいね、よーく、よーくほらね、おいでな、ポンポンです、僕です。さあ、それはそれで進んでいきましょうね。価値分水のエレメントグループ分けでお届けします。まずはヒログループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。はい、来週ですね、今までやってきたことをもう一度やり直したり見直したりするような週ですね、した方がいい週ですね。で、そうすることで、すごくなんかヒントですとか、あと全然違うやり方に巡り合うみたいですね。楽しみですね、いいな、いいですね、のグループいいな。あ、ってことはあれあれ、次参りましょう。次の日のグループ、地のグループです。安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。はい、こちら、結構先週ハードでしたよ、ハードな週って言われましたね。引き続き、あらんば引き続き気合しないと、抵抗に合いますね。そう、抵抗に合ってですね、腹立つって言うかもしれないですねそれはいつも言ってる、あ、なんてこと言ってる、腹立つ連発みたいな話ですね。そうですか、じゃあいつも通りってことですねいつもより以上以上、はい。あ、じゃあちょっと言葉数が多くなるかもしれませんが、ご容赦ください皆さんね、違いますはい、次、風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。わーい、あと全部、はい、残りって感じ。先週大変でしたね。大変でした。あ、先週だよ、今週だよね。今週大変、大変。ね、まだ大変。さらにですね。もういい。続きますよ。なんだけどね、そうね。まあ、対処方法、まずね、大変なので、今週に引き続き、来週も大変っていうところだけ覚えておいてもらって、はい、どうしたらいいかというところからね、ちゃんと説明をしよう。お願いします。しましょう。え、そうですね、まず、謙虚に、ね、物事をね、まあ、なるほど、わかりました、かしこまりました、で無理をしない、わきまえて、焦らず、柔軟に過ごしましょう。いっぱい出てきてる対処だけ言うっていう、まあね、頑張れ、風のグループ、はい、ね、乗り込んでいきましょう、ね、はい、最後、水のグループ、感情の星座、さ、蟹座、さそり座、魚座です。はい、こちらはまあちょっと一歩一歩進む感じですね。で、すごく大変と思ってたことが意外とそうでもなかったりとか、逆にいいことだと思ってたことも、そんなにでもないなって思ってたよりちょっと小さい感じのイメージですね。いい感じですね、うん、良かった良かった、うん、ね、さあ、いいな、日のグループ、来週もどんな週になるでしょうかはい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーですエンディングクリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズル。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるのでしょうか。さあ、ポンポン丸、はい、はい、初期どうですかラジオに関わってそうですね、前回あの道田さんにアドバイスいただいたように、小出ししていただけるように頑張っていきたい。何アドバイスしたんだろうと思います。正直問題すぐでした。男
男子少ないのでね、そうですね、頑張ってください。はい、頑張ります。でもいい感じに馴染み具合素晴らしいですよね。実はいいんですよ、それもスキルだからね。めちゃちょっとね、あのクリスチャンのアイドルとして、あら、そうなんですか。本人には言ってませんけどね。ポンポン丸なんて言っときながら、ポンポンとかやるね。あ、今ないから言うけどね。ポンポンって言ったらポンって答えるわね。ポンポンポンってなるからね。いいのそれ、はい、いいとか、あの意見とか別に。さあ、泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のおすわけ、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、いきますよ。合言葉はお互い様にありがとう。ではまた来週。言えた今回はこれ切るよ。はい、お疲れ様でした。